皆さんこんにちは、セサムチャンネルのセスナです。本日はまとめになるんですけど、最近届いたホロライブのグッズを紹介していきたいと思います。私が紹介するホロライブのグッズはまあほぼほぼ推しのみこちなんですけど、そのみこちのグッズが最近大量に出ました。で、自分で行けないところのグッズとかは友達とか家族に買ってきてもらってゲットしてます。それでは紹介していきます。セスハムチャンネル。まずはこちら、じゃじゃーん。これはブシロードのアイスシュバルツアンバサダーのみこちのアクスタです。でこちら私の星読みの友達がバイスの大会に出ていて、ちょうどその時に販売をしていたのでお願いして買ってきてもらいました。かわいい。どうやってる。でここにカード持ってて、で面白いのがこの台座のところがバイスのなんだこのルールみたいな書いてある感じで、こんな台座初めて見たんで可愛いと思いましたね。うん。バイスは最初にホロライブブースターボリューム1出た時にミコチとシシロンのデッキを作ってやってたんですけど、ちょっと最近はもうバイスやってなくてね。またいつかね、ちょっとやるときがあったらやってみようかなって思ってます。で、次に、じゃん。こちらは東京駅キャラクターストリートでやっているホロライブショップのグッズとなります。これはお姉ちゃんに買ってきてもらいました。私が買ってきてってお願いしたものの中では、この缶バッジとピンバッジしかない状態だったみたいです。絵柄、まあ本当はアクスタ欲しかったですけど、うん。まあ、ないならないでしょうがない。で、もう一個、デフォルメのみこちのアクキー。あ、これあるんですけど、これは実は東京駅じゃなくて、公式サイトからの通販で購入しました。うん。まあ、一個だけなんですけど、ね、このデフォルメのみこち可愛くて、でもまあブランケットとかちょっと大きいから、まあ、いっぱいあるし、いいかなと思って、このイラストのグッズはこれだけ購入しました。うん。でまあ、見たところ缶バッジも確かあったのかな。なんかリュウロスのグッズがすごい多くて、まあ、このグッズもあったんで、まあ、今後もしかしたら再販でアクスタとか出るかもしれないんで、まあ、それは私も要チェックだし、行けなくて買えなかったって人も諦めずに見てみたらいいかもしれないです。また晴れ着のグッズとかも出てて、それは、うん、東京に行く機会がないから、まあ通販で買えればいいかなって思ってます。そして次にこちらの白い封筒に、封筒を開けましたところ、このクリアファイルの中にじゃん、こちらはホロライブ×郵便局のグッズとなっております。これは七福神のこっちのアクスタと、あと絵馬ですね。かわいい福神、すごいかわいいですよね。ホロメンが七福神を意識した衣装を着ています。うん。ミコちゃんもともとね和服なんでね、本当に似合いますね。うん、かわいい。ちょっとねセクシーな感じですけどね。うん。あ、かわいい。このポンポン付きでハーフツインしてていいですね。かわいい。このアクスタもねちょっと立てていきたいね。じゃあこのアクスタもちょっと立っていきます。はい、こんな感じですね。うん、かわいい。まあこのグッズはあとクリアファイルセットとポストカードとかがあったんですけど、私はアクスタと、まあ、この絵巻ホルダーあればいいかなってことでこの2点だけ購入しました。すごいお正月にぴったりなグッズです。これ飾ります。で、そして最後にこちら、まあ大きい箱なんですけど、届いたのはこちらのグッズでーす。じゃん。ホロライブサマー2023というわけで、真冬に届いた水着。まあこれ去年もそうだったんですよね。ホロライブサマーのグッズは冬に届くっていう季節感ないんですけど、まあまあまあね。今回はホロライブサマーのグッズ、缶バッジがなかったんですよね、確か。なのでまあアクスタだけ。
その代わりに確かネームキーホルダー、赤い巣の形でホロメンの名前が書いてあるっていう、またちょっと変わったグッズが出てて、それを購入して、それは開封動画あるのでまだ見てないよって方はぜひ見てみてください。それではこちら開けます。はい、こんな感じでスプラッシュパーティーの方のアクスタになります。台座の方はこの下の台紙と同じ水色のタイルの柄と名前が書いてあります。いやー、この水着衣装めっちゃ可愛いんですよね。パンツスタイルみたいな感じの水着で、サンダルもすごい可愛い編み上げのグッズで、リボンがついて腰にチェーンがついててね、うん、めっちゃ可愛い。でこのグッズの前にこちら浴衣の方のアクスタも出ていて、なので実は2023年夏の衣装のアクスタは2種類出てるんですね。うん、可愛い。この衣装もすごい可愛くて好きですけど、うん、浴衣衣装のアクスタもねすごいいいと思います。うん、肌を見せるだけがねいいわけじゃないんでね。うん、セスハムチャンネル。はい、というわけで届いたグッズや購入してきたグッズの開封は以上になります。みこしのグッズはまだまだ出てるし、これからも発売すると思うので買えるものは買っていきたいと思います。シラケンのイベントも始まっていて、ホロツリーなんですけど、行く機会もなくて、ちょっと福岡には行くんですけど、その時はタイミングが悪くやってなくて行くことはできなさそうなので、まあ、グッズは予約しました。それもまあ全部フルセットで来るんで、まあ、どれが出るかとかっていうブラインド要素はちょっとないんですけど、まあ、それも届いたら開封したいかなって思ってます。でもまあ届くのが5月ぐらいなので遅くなっちゃいますけど、まあ、ぜひぜひ見てください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。